SCP-10、FR 収容前の駅 B 区画。アイテム番号 SCP-10、FR。脅威レベル代々。オブジェクトクラスセーフユークリッド。特別収容プロトコル SCP-10、FR のある B 区域はそれ自体がサイト10に組み込まれ、既存の路線から壁で路線や換気の面でも隔離されます。かつての地下鉄路線区域については、カバーストーリー10、4B、構内において安全性を脅かすほどの腐食が発生、を適用します。サイト10の入り口は常時施錠され、さらに少なくとも2名の私服警備員によって警備されます。さらに収容室10、B 区域、へは専用の階段を経由して移動します。セキュリティゲートは1人以上のセキュリティスタッフによって監視されます。SCP-10、FR 内を調査したい職員は上級職員からの書面による許可、またはセキュリティクリアランス4が必要です。重機を必要としない実験は思わぬ結果の発生を防ぐためにサイト内にある実験室、B 区域の旧路線、で行うことができます。インシデント10、22以降、D クラス職員と遠隔制御ロボットのみが SCP-10、FR から半径10メートル以内に入ることができます。収容室は月に1回、自動システムを使用して清掃を行ってください。週に1回、死亡してから5日未満の死体1体を収容室に投入します。現在まで SCP-10、FR、1と SCP-10、FR、2への使用可能な代用職は見つかっていません。インシデント10、22以前の特別収容プロトコル。説明 SCP-10、FR は一部が壁に埋め込まれている直径5メートルの電気ケーブル、ワイヤー、プラスチック体で構成された物体です。この構造は地下鉄線。駅の北東にある B 区域の床から天井の中間にケーブルによって支えられた、巣、を形成しています。B 区域の異常の原因と断定された2起きたインシデント10、22までは、この巣が SCP-10、FR、1と指定されていました。SCP-10、FR の一部分。不活性状態の SCP-10、FR は、接続、できないものがケーブルに近づくと、液体のように壁に、収縮、して受動的に防御を行います。この時の壁の状態は記録されていません。1話から6分で元の形態に戻ります。これにより SCP-10、FR の移動、壁から離す試みは失敗しました。稀に SCP-10、FR は活性状態になります。状態変化のタイミングの検出は不可能です。この状態の SCP-10、FR は周囲10メートル以内にいるすべての近づいてきた人間、以下対象、の目に向けて高速で平滑な金属片を投射して脳に、接続。します。現在までこの過程を反転させる手段は見つかっていません。2分の地に対象の肩甲骨を通って傘の骨に似た6本の細い金属棒が2列ずつ平行に生えてきます。この過程が終わると対象は SCP-10、FR の周囲200メートルから離れることを拒むようになります。現在、SCP-10、FR、1と SCP-10、FR、2と指定された2名の被験者が SCP-10、FR に、縛られ、ています。SCP-10、FR、1は SCP-10、FR に接続されている身長 1.75 メートル、体重約 70kg の30歳から35歳と見られる、体の一部が金属に置き換えられている男性です。SCP-10、FR、1の構成物リスト。SCP-10、FR、2は29歳の男性で、インシデント10、22で SCP-10、FR と接続したエリック、ムール博士です。現在、対象の頭蓋骨、前頭部の 21% が金属チップ、6平方 cm から20平方 cm で構成されており、目が存在しません。SCP-10、FR、1と SCP-10、FR、2は SCP-10、FR の周囲200メートル以内で別の構成物を未知の手段を使用して自身の身体に接続します。彼らの動きは非常に不器用ですが、多くの機能と構造物を利用します。これらの機能は財団の収容前から SCP-10、FR、1の、収容、の範囲が限られていた理由につながります。SCP-10、FR、1は周囲を調査するために金属、言語、を使用して範囲内の人間を把握します。す、に、言語、が伝わると、範囲内の生存、または死亡している人間は脱出を阻害されて SCP-10、FR 内に捕獲されます。
捕らえられた人間は SCP-10-FR-1 と SCP-10-FR-2 によって消費され、場合によっては SCP-10-FR 内の物体を利用して改造されます。生きている生物が標的だった場合、多くはこの改造中に死亡します。この行為が SCP-10-FR-1 及び SCP-10-FR-2 にとって自身の複製を作るためなのか、または相手への同情なのかについては不明です。狩猟を行っていない時は、SCP-10-FR-1 と SCP-10-FR-2 は巣である SCP-10-FR 内で大半を過ごします。狩猟の標的が200メートルの範囲外にいる場合は構成物の分離のため SCP-10-FR-1 と SCP-10-FR-2 は、巣へ戻ります。巣の遠隔操作は SCP-10-FR-1 か SCP-10-FR-2 のどちらかが、接続を中断しないと続行できません。インシデント10-22以前の説明。SCP-10-FR は身長 1.75 メートル、体重約 70kg の30歳から35歳と見られる、体の一部が金属に置き換えられている男性です。足の 87%、頸骨、腓骨、膝蓋骨、大腿骨の一部、が缶入りベッドを介した金属棒で構成されている。金属ケーブルが部位を接続しているが、有用性は実証されていない。左腕の 52%、手、尺骨、頭骨、上腕骨の一部、そして右腕の 24%、手の一部、尺骨及び頭骨の一部、は主に類似した金属棒で構成され、3平方 cm から20平方 cm の金属の削りカスに覆われている。左腕の肘にはリベットが施されている。また義肢を覆う金属の削りカスは様々な種類の溶接が施されている。頭蓋骨の 74%、前頭部、後頭部と頭頂部は同一の金属の削りカス、6平方 cm から30平方 cm からなる。目はなく、耳と鼻は無事だが金属の削りカスの下にある。舌は様々な長さの配線に置き換えられ、そのうちの大半は胃の中に巻かれている。体の残りの箇所は栄養失調状態だと見られるが、基本的に無傷である。2. SCP-10-FR-1 は一部が地下鉄線。駅の壁に埋め込まれている直径5メートルの電気ケーブル、ワイヤー、プラスチック体で構成された物体です。この構造は北東にある B 区域の床から天井の中間にケーブルによって支えられた、巣を形成しています。狩猟を行っていない時は、SCP-10-FR は、巣の中で大半を過ごします。狩猟の標的が200メートルの範囲外にいる場合は構成物の分離のため SCP-10-FR は、巣へ戻ります。SCP-10-FR は SCP-10-FR-1 の周囲200メートル以内で別の構成物を未知の手段を使用して自身の身体に接続します。彼らの動きは非常に不器用ですが、多くの機能と構造物を利用します。これらの機能は財団の収容前から SCP-10-FR の狩猟の範囲が限られていた理由につながります。SCP-10-FR は周囲を調査するために金属、言語を使用して範囲内の人間を把握します。巣に言語が伝わると、範囲内の生存または死亡している人間は脱出を阻害されて、巣の中に捕獲されます。捕らえられた人間は SCP-10-FR によって消費され、場合によっては SCP-10-FR-1 内の物体を利用して改造されます。生きている生物が標的だった場合、多くはこの改造中に死亡します。この行為が SCP-10-FR にとって自身の複製を作るためなのか、または相手への同情なのかについては不明です。移動、壁から離す試みのためにケーブルの切断や操作用の道具の使用は SCP-10-FR-1 が液体のように壁に収縮して失敗しました。この時の壁の状態は記録されていません。SCP-10-FR-1 は1分から6分で元の形態に戻りました。SCP-10-FR と会話する決定的な試みは、対象が盲目であることと頭蓋の 85% が改造されていることで聴覚障害を起こしており、言葉を明確に理解できないためコミュニケーションが困難であることからなされていません。一方で SCP-10-FR は筆記用具を与えられるとそれを使用してシンボルを描画します。それらは図面に変化はありますが、多少は非常口のピクトグラムに類似しています。ホイ10、FR、A。
最近の分析を踏まえると、栄養失調状態と、修復、に使われた抗生物、そして犠牲者への対応から SCP-10-FR は SCP-10-FR-1 と依存する関係になってから B 区域を離れることができなくなり、生存のために自分の体を消費、その後は余儀なく迷い込んだ人間を狩るようになったと考えられます。これらに関しては以下の2つの要素も考慮されます。定期的な供給における SCP-10-FR の攻撃性の欠如。死んだ獲物と生きた獲物を与えると SCP-10-FR は死んだ獲物を選択する点。それにもかかわらず SCP-10-FR-1 に接続し抗生物を利用する過程が完全に理解されるまでは現在の状態で SCP-10-FR を維持することが必要です。研究主任、ムール博士。インシデント10-22。9時43分、ムール博士と、博士が B 区域にある SCP-10-FR 収容室内に入り構造解析装置を配置する。この時、ス、は交代を行う。9時44分、SCP-10-FR-1、当時は SCP-10-FR が静かに近づき、部屋の北側にある、ス、の近くに座る。9時45分、博士が各種装置を B 区域の床に配置、ス、は撤回し始める。ムール博士は、ス、の挙動をノートに記録している。9時48分、突然、ス、が形状を変え、監視カメラには材料を用いて大まかな円状になっているのが映る、ムール博士の目に2つの金属片を投射する。博士はセキュリティスタッフを呼び出す。SCP-10-FR-1 は静止している。9時49分、セキュリティスタッフ、が、博士を収容室から避難させる。はムール博士を収容室の外に出そうとするが、彼は、ス、の一部であるケーブルを掴んで抵抗する。9時50分、金属棒がムール博士の背中に刺さる。セキュリティスタッフ5名が救出のために収容室に入る。ス、はムール博士の右腕を掴んで収容室の北の壁に交代すると彼を閉じ込める。9時55分、ス、は円形になる。セキュリティスタッフ6名はムール博士を残して収容室から避難する。収容室が、ス、に覆われていく。13時11分、ス、は元の形状に戻る。カメラはムール博士の頭蓋骨の一部が SCP-10-FR-1 のように金属に置き換えられているのを映している。この件を受けてオブジェクトクラスの、ユークリッド、への変更と収容手順の更新が行われた。ホイ10-FR、BSCP-10-FR-1 とのコミュニケーション試験。SCP-10-FR-1 と会話する決定的な試みは、対象が盲目であることと頭蓋の 85% が改造されていることで聴覚障害を起こしており、言葉を明確に理解できないためコミュニケーションが困難であることからなされていません。一方で SCP-10-FR-1 は筆記用具を与えられるとそれを使用してシンボルを描画します。それらは図面に変化はありますが、多少は非常口のピクトグラムに類似しています3。SCP-10-FR が描いたピクトグラム。ホイ10-FR、CSCP-10-FR-2 とのコミュニケーション試験。インシデント10-22の2日後、マイクを利用して SCP-10-FR-2、元ムール博士、との通信が行われました。博士、SCP-10-FR-2 聞こえていますか ?10 秒間沈黙。博士、SCP-10-FR にこちらの声がわかりますか ?12 秒間沈黙。博士、エリック、ムール博士、こちらの声がわかりますか ?7 秒間沈黙。SCP-10-FR、にゃー。博士、あなたに何が起きたのか教えてください。4秒間沈黙。SCP-10-FR に存在している。博士、何です ?SCP-10-FR に存在している。博士、この2日間、部屋で何が起きたのか教えてください。SCP-10-FR に来た。博士、一瞬ためらう、何が来たのですか ?SCP-10-FR に機械。博士、どのような機械ですか説明してください。SCP-10-FR に機械。博士、す、のことですか ?SCP-10-FR に違う。
博士、では何のことですか？15秒間沈黙。博士、今はどんな気分ですか？ SCP-10-FR に彼女のために存在している。博士、誰のためにですか？機械、ですか？8秒間沈黙。SCP-10-FR に母のために存在している。母は壁にいる。博士、その母のために外で何をしているのですか？ SCP-10-FR に母って足として存在している。博士、では SCP-10-FR-1 について教えてください。SCP-10-FR に母って足として存在している。博士、なら、母、とは何なのですか？20秒間沈黙。博士、どうしました？20秒間沈黙。博士、どうなっているのかわかっているのですか？ 8 秒間沈黙。SCP-10-FR に来たから、存在している。通信終了。